まそもそも LLM に来る目的が一つじゃないので LLM 取ったらできることというのも一つじゃないわけですいろんな可能性が考えられるわけですまあ、ざっと挙げられるところで4つぐらい挙げているわけですけどもこのスライド4つ1から4までですね一、えーまあ、つずつ説明していきますと まず一つ目ですね。まあこれはまあ当たり前といえば当たり前なんですけど、学位が取れる、法学修士号、まあレレムが取れるということですね。で、えー、まあ修士号というこの訳し方もあるんですけれども、通常日本で大学院で修士取ろうと思ったら、二年間はつ最低いかなきゃいけないと思うんですよね。えー、ところがまあ一年で取れるというところからすると、まあそのコストとの関係もあるんですけれども、一年で修士号を取れる時間との兼ね合いだけで言ったら、まあある意味でお得な修士号と。 捉えることはできるのかもしれませんえそれから2番目まあ、これが一番やっぱり目的としては多い LLM に来る日本人の学生の場合の目的としては多いんだと思うんですけどアメリカの司法試験の受験資格が得られるというところですよねえこれはまあ、たださっきも言ったように LLM を取ればそれだけで受験資格が得られるというわけじゃないのでここは やっぱり個別々人のバックグラウンド、これまでどういうことをされてきたか、大学では何を専攻されていたか、こういうことも含めて、しっかりリサーチが必要になるわけです、それからさっきも言ったように、JD を終了しないとなかなか受験が厳しいという州も、受験というか、マスクの登録ですね弁護士登録厳しいという州も少なからずありますので、州による違いというところはありますので、これはしっかりリサーチしないといけないところです。 それから3番目ですね。意外とこれが大きいのが世界中に人脈ができるというところですね。えー、でまあじゃあ世界中に人脈ができると何がいいのかこれ2つ2つの方向性があるんです。え1つ目は、まあ、さっきアジア人の学生は転職のステップとしてくる人が多いと言いましたけれども就職の選択肢が広がるんですよね。 その留学前だったら就職しようと思ったら日本国内の企業か法律事務所というところで考えていたものが LLM に行っていろんな教授ですよねそれから同級生と知り合うことによってそれからまあ卒業生ですねロースクールの卒業生のネットワークとつながることによって転職の選択肢が世界中に広がるわけですね。